成人の義の達成者に上層への道は開かれる。義を行う前に4つの証を示す。ということでやっていこう。ロケジャー兼運命の祭壇。戦いたくないな。よし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 。証これかもしれない。あーもうめんどくせえ。守りこの祭壇守ってるのかこいつ。バックスラッシュいくか。あーヘイトがこっち向いた。寝た寝た。ちょあーやべやべ。鳥の治癒時間で回復すんの。バスター食えな。どんどんダメージを与えていかないとどんどん回復されていくなこいつ。倒した。よーし、なんとか一つ目の証をゲット。猫強くなりたい。水盤の洞窟流されてる。立ち止まっても微妙に流されてんだよ。でその祭壇はどこだ。雲がいる。雲じゃなくてコウモリがいる。ここか。はい来た。もういいや戦おう。よくよく考えたらこいつ歩けば発見されないんだよ。彫刻探知型だった。鳥の覚醒だと。バックスシュー。あのちょいすんげえ流されてる。よっしゃ。ふう。ああこっちから上がれるわけね。ワンプ結構めんどくせえんだよな。こっちから攻撃してくれば。やべ落ちた。ああよかった、ラインたちがなんとかしてくれたわ。あれもう夜なの。気づけば夜になっちまった。ああ走っちゃったよ。もうちょい。あーしんどい。マジでしんどいこいつ。あとちょい。うわーバインドされた。あーありがとう。あなた何かしてた？ありがとう、カルナ。おいおい、そりゃないぜ。
なんかカルナとライン仲いいな。よし、白く輝くリンクをゲット。ふぅ、あと2つ。痛い。あー、落ちるー。あれ、あ、ダメージ受けるのかと思ったらここ結構深かったのね。夜に来るとほんと幻想的だよな、これ。クリスマスのイルミネーションみたいな感じ。ふぅ、あーと、どこだ。できればさっさと終わらせて先進みたいんだけど。沈黙のオベリスク、これもしかして。おお、わあ、毒毒し、絶対勝てねえ。こっちか。たまに方向わからんで、どこに行くとかわからないことがあるんだけど。深き闇の沼。毒の沼を渡らないとダメなのか。ちょっと待って、深い、意外と足を取られる。めっちゃ移動速度が落ちる。うわっ、あー、もう、あれだな、これ逃げるか。はい、おい、二人とも逃げるぞ。相手にしてたら絶対ヒットポイント削れる。ちょっと待って、いろんなやつからターゲットされてんだけど、これだー。けど広いねー。あー、めんどくせんだよこいつらよ。まためんどくせえことになっちまった。もうめんどくせえことになったじゃねえかよ。あー、一気に群がられたぞこれ。絶対的に発見できないようなルートを通らないとダメなのこれや。どの辺から、この辺から行った方がいいか。なんでこいつが来るんだよ、めんどくせんだよ。なるだけちょっとあのカエルから遠のいて戦おうか。ああ、よかった、逃げてくれた。うわ、何これ、こんなにいっぱい。やっべえ、エーテル結晶がこんなに。やっべー、レア結晶ゲットか。やったぜ。おー、怪我の巧妙ってやつか。ありがてえ。で、問題はあそこだ。てか、祭壇にあるわけじゃないんだな、証ってのは。鈍く輝くリンクを。あとは、こっち取ればなんかありそうだな。痛い。上に上がる方法が見つからね。 あそこか。痛い痛い。しかもなんで毒沼に入った時の、毒沼に入った時にダメージを受けることは、なんでそんな殴られるような音になってんだ。そこが一番気になるとこなんだけど。あ、落ちる落ちる。
ここ登ったところでどこだ、ここか。え、輝く沼、あ、秘境、うわー、いいとこ見つけたぜ。そしてこのイベントアイテム、息子の形見か。あとなんだっけ、銃だっけか。いちいち毒沼通るのも面倒だしな。ふう、ここにはどうやったら行けるんだ。高級のオベリスクから通る、直接どこで行くか。この上か、上？イグーナの領地、イグナばっかやな。はい、来た。あーはーはー、逃げよう逃げよう。戦いたくねえ、めんどくせえ。おい、まさかこいつってやっぱり勝てるかな。勝てそうだよ。俺が死ぬんだ。ハルナ、助けてくれ。ああもう、またや。死ぬ。やべ、動きが遅くなっちゃったぞ。またや。俺かよ。これ勝てないんじゃない。逃げよ。もう力が出ないよ。あ、死んだ。ああいうモンスターもいるからしんどいんだよな。いや、 RPG だからレベルを上げて挑めって話だけど、あいつの視線か、あいつの視線に入らないようにするか。よし、これで成人の儀を行うことができる。逃げよう。よし、まずはここで済ませるか。成人の紋章、ナイツタイム。なんか嫌な予感がすんだ。でしょうね。そう簡単にはいかないと思った。
絶対強い。あのチャイ。崩せ。あれ崩しきれない。もうくれ。嘘でしょ。離す。あのチャイ。研ぎ澄まされた神経。マジか。トルネードスピン。僕らの手に。行くぜ。俺に任せる。俺。ここでライまずいよ。分かったぜシュウ君。物理こあこれガードシフトってエーテリ系の技？もしかしてこれもしかしてエーテリ系の技無効になるんじゃないか。そんなことはなかった。カルナに助けてもらえなーい。死ぬ死ぬ死ぬ。またや。あーこれだったらシールドでオッケー。タレントアーチだったらシールドが有効で。全然大ダメージ与えてられてない気がする。あーさっきバスター使うんじゃなかったな。俺に任せろ。これがてめえの結末だ。ライに来た。いやレイジで行こうぜ。騒いできた。ありがとうよシュルク。とあ未来を教えられない。パーティーゲージがない。やれそうだ。まずい。待って俺に任せろ。これからだよね。頼りみろ。ほらまずいよ。分かったぜシュク。ガーズシフトでエーテル系の技を防御できるかどうか試してみよう。ダメっぽいね。変わるのか。あ今度は俺にターゲット当たった。もう少しこらえてちょうだい。オッケーオッケー。それだったら対策は打てる。モナドシールド。おっしゃゼロになった。バックスシュー。よっしゃー。あーなんとか倒した。古代ハイエンターの政治のギア達成された。これで、巨神上層への道が開かれるだろう。あーつらかった。
やっぱり簡単にはいかないな。まあないよな。行くか。まさか集合者が出てくるとは思わなかったな。おい、このリフト動かないぞ。本当だ。大昔に壊れてしまったのかな。仕方ない。回り道するしかなさそうだね。ここまで来て？回り道ってまさかこの壁を登るの？みたいだな。うへえ、マジかよ。何のためにあるんだよこいつは。文句言わない。さあ行こう。登れそうな壁を探さなきゃ。うんだよ、このリフト使えねえのかよ。登れそうな壁ね。あー、これがあるな。ちょっとその前に結構探索していこうか。あれ、乗れるわけじゃないのね。結構痛かったし。こっちは登れないんだ。となるとここだな。ちょー、カルナ邪魔。ブルギアの破片を手に入れた。こっから左は採掘できるようなところはないな。なんか採掘できるようなとこあるだろう。特にないか。まあいいや、めんどくせえからどんどん先進めるか。あーめんどくせえ。落ちるのがすんげえめんどくせえ。ここだな。そんなに落ちてなかった。割とすぐにここに戻ってこれるようなところに落ちたな。これ飛び越えられるんじゃねえか。うん、飛び越えられはしたけど、ここの上に登れるような手段はないな。痛い。ちょー、ライン邪魔すんな。この上か。登れそうなツタどっかあったっけ。ああ、ここだな。
うわ、あ、これ勝てね。あ、ここか。うわ、落ちる落ちる落ちる。あ、ブローチがこんな風になってんのに、ブローチが結晶みたいになってんのに。オッケーオッケー、なんとか落ちずに済んだな。で、上の上に登るにはここか。ってことは片方の目、片方の姉妹像にも同じようなエーテル宝石があるかもしれないな。ただ行ける方法がね、姉妹像最上部デイタイム。気づけば朝になってしまった。あ、こっからリフトに登ってこうやっていくこともできたってわけね。あー、なんとか登りきった。ライン、そろそろ行くか、シェル君。うん、でもその前に。どうした？モナドのことなんですけど、しばらくの間僕に貸してもらえませんか？何を今さら。なぜ俺に聞く？この剣はもともとダンバンさんが使っていたものです。でも今の僕にはこの剣が必要なんです。だからよせよシルク、俺なんかよりお前の方がはるかにうまくモナドを使えるじゃないか。それに今の俺にはこの刀が。返されても困っちまうよ。あの主戦土にたんと踏んだくられたんだ。元を取るまでは使い倒さなきゃな。ダンバンさん、お前はここまで戦い抜いてこられた。それこそお前がモナドに選ばれた証じゃないか。俺はそう思うぜ。自分に自信を持て、シルク。自分に自信を。ただ食われるだけの餌では終わらない。それが俺たちホムスの強さだ。その強さ思い知らせてやろうじゃないか、奴らに。はい。さあ行こう。お前がビジョンで見たという監獄島を目指して。ダンバン、心よく許してくれたね。体内周期かい。なんだここ、入ったらすぐに街があるんじゃねえのかよ。ここはなんだか薄気味悪い場所だな。うん、例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク。あ、いえ。また見たんか、ビジョン。なんだか巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。ん、おいおい、冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。まあそれそうだよな。なあ、早く行こうぜ。ホムスとか他の生物とかとんでもないことになるよな。天変地異だもんな。今自分が住んでいる大地が動き出すっていう感じ。足音すんげえ気持ち悪いんだけど。ネチャネチャしてんな。で、多分モンスター出てくるだろう。第3範囲内。コレクションアイテムとかもなかなか落ちないし、敵シンボルも出てこないな。それが逆に気持ち悪くもあるんだけど。ノッポン族だ。一回なんだこれで出会うなんて聞くだもん。
上に行きたいなら見つけたバーッと吹き出すところで待っていればいいもん。そろそろ吹き上げる力で高く飛べるもん。これ毒沼とかじゃないよね。あ、そういうわけじゃなかった。じゃあこの辺でずっと待機してればいいんだな。本当に上がるのかこれ。来るぞ。おお、痛い。おい、ダメージ受けるなんて聞いてねえぞこの野郎。まあ上がれたからいいや。体内蒸気管経路、蒸気管路。奇襲兵。新しい騎士兵が。機体はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば。あの損傷は、フェイスの装甲を妖怪できる存在などまさか。バネア様、エギル様がお呼びです。バネア、わかりました。それはこのフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。それがこの鬼神兵を作ったやつか。これで私のすべきことは全て終わりました。あなたなら鬼神界、いえこの世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。メイナス様、まためんどくせえことになりそうだな。新しい鬼神兵が、あの顔つきのやつが出来上がっちまったぜ。